はい、ヤフー YouTube、どうもなぎです。さて、今日もヘアスタイルを見ていこうと思います。はい、で、今日はこのストレイキッズのスンミンくんかな、うん、やってなかった形でオーダーをいただいたのでやっていこうかなと思います。はい、で、彼の髪型は、まあでも見る限りほとんど一緒なんだよね。全部一緒。全部一緒なんだけど、まあちょっとした変化を、まあ、説明していこうかなと思います。はい。で、まあまずこの時の髪型、これなんかもうよくあるパターン、もう、これもよくあるパターンなんだけども、もう、いいよね。もうわかるでしょ、だって。2ブロック。マッシュだから、まあ、もうこれだけ難しいことは何もないです、うん、まあ2ブロックのラインなんてのはどこでもいいと思うけど、うん、まあこめかみ8ボンのクボ、うん、で、まあ、いつも言ってるけどもダウンパーマするときっていうのはバリカンでもう本当に6ミリとかまで短くしちゃうと短くなりすぎちゃう。相当髪の毛が濃い人、量が多くて濃い人じゃないと扱いにくいと思う。なので、まあ、長め9ミリとか12ミリとか長めにして、それに対してダウンパーマをしてあげる。まあ耳周りとかエリアちゃんすっきり短くしてあげてもいいけどね、うん、全体的な長さ的には少し長めに残してダウンパーマした方がやりやすい。やりやすいっていうか、うん、扱いやすいよ、みんなが。うん、美容師さんに言うときもそうだし、まあ、美容師さんは分かってると思うけどね。うん、あまり短くはしないでくださいっていうふうに言うといいかなとは思います。うん。で、その後、もうマッシュはさ、普通に。眉毛。耳上、まあこの後耳上の後は下がんないと思うから、もうライン上で基本的にこの眉毛、耳上でまっすぐ後ろに動きてるんじゃないかな、ボッツァン狩りみたいな感じで、うん、でそれをセンターパートに分けて段ちょっと入れてあげればいいやつ、うん、でそれをセンターパートにするぐらいだからね。うん。ただ、まあ、この髪型って、まあ、こう、もこって上に乗っかりやす、乗っかってるような感じの髪型になりやすいからさ、どの人が切っても、幅がここ狭いから、やっぱり。うん。なかなか似合うのが難しいかなっていう気もする。まあ、好き嫌いっていうのもあるけど、うん。だから、あんまり僕は、この髪型っていうか、このライン上で切る。デザインにするんだったら、あんまり段はつけないで、普通にセンターパートにしないでマッシュっぽくしてた方が、バランスはいいんじゃないかなっていう気がします。イメージ的にはね、僕この髪型、まあ僕はちょっと、うん、似合わないししないかなっていう気がするんですけど、ここの、このね、この鼻筋、鼻？ちょうど鼻筋じゃないね、この鼻。鼻のライン上ぐらいはこう、空間開けるっていうのが肝だね、少しね。うん。鼻筋だと狭すぎちゃうから。鼻の大きさ分ぐらいの空間は開けた方がいいんじゃないかなっていう気がします。うん、これは。まあ、言うて別にカットは難しくはないです。何度も言ってるけど、ダウンパーマしないとこういうペタンコな感じのイメージはならないからね、絶対に。絶対無理。人によってって言うけども、基本的には難しいと思う。はい。で、この時赤い髪だね。赤い髪。まあ、これなんかはもう完全な2ブロック。のサイドパート分け。まあ、7、3分けっていうか8、2分けぐらいかな。の分け方だと思うよ。中も短いでしょ。うん。
もう同じだよね、ここも同じ。下の作りは全部同じだよ。うん。で、上の髪の毛がちょっと長め。うん。ちょっと短い。要は、眉毛ラインと耳のラインじゃなくて、耳上ライン。耳上まず決めるじゃん。耳上決めて。前下がり、こっから前下がりに作ったり、それをまあオールバックにしてるからこう流れるような感じになるっていうイメージ、うん、で後ろは耳上から少し気持ち前下がりするぐらい、まあ後ろ下がりするぐらい少しね、うん、ぐらいでいいと思う。基本的にすごい軽く短めに作ってるんだけど、前が長いからちょっとイメージが違うよっていうような感じで、段つけて後ろにこう流してあげてだけど、これが全くこの人同じ長さで切っちゃう、さっきみたいな感じの長さで切っちゃうと、後ろに流れだ、後ろに流そうとした時に流す髪がないんだよ、まず短すぎて、うん、だからある程度長い前下がりラインに作ってあげるのが大事。でも逆サイド3、8、2とかだけじゃなくて、2の部分はあまり前下がりではない。そんな長さがないからね。うん。もうあとはもう、金髪、がっつりして、赤を入れてあげなきゃダメだけども、この赤は結構ね、まず大変だよ、入れるの。大変っていうか、金髪まで抜きりゃ簡単だけど、そこまでやるのが大変だし、やっぱ何度も何度もやって、髪がダメにするからね。うん。黒髪でも全然けどかっこいいから、全然いける、これだったら。ただ絶対的にダウンパワーみたいなボリュームを出す、このね、この辺の下の刈り上げのバランスは必須。必須項目だと思ってもらっていいと思います。うん。で、この時、まあこの時なんかはベーシックな。後ろが刈り上げてね、甘めに、うん、横長いじゃん、もみあげも、うん、なのでもみあげ残しだね。まあ長め、うん、まあ別にこんなの刈り上げないで、襟足だけ、襟足だけ刈り上げて、あと残してマッシュに切ればいいだけだからね、うん、ねえ。耳ギリギリぐらい、うん、まあ、盆の子ぐらいまでやって、で段は上の部分結構強めにつけてね、トップの部分、ここは短い髪の毛があってこう流れてるから、うん、まあ、段は上に多めにちょっとつけてあげる。これ周りはそんなつけなくてもいいと思うよ。重めに残して少しつけてあげないと、まあ、毛流れはできないからね。少し残すんだけど、上の部分はちょっと多めっていうか、ここにグッと短い髪の毛を作ってあげて、うん、あとは全部ストレートアイロン、もう全部ストレートアイロン、完全にもうこの毛の流れが自然にできるっていうのはまあなかなかないと思う、うん、全部きれいに整えた後に、ちょこっとその部分だけ少しストレートアイロンしてあげるって感じ。だからブローして、バーってブローして、ここだけやればいいかって言ったらそうはないよ。うん、で、結構な、なんだろうね、これね、普通にハイライトをたくさん入れてるっていう感じもするけど、全体的に、
ブリーチまでしなくてもいいと思うけどな、俺はもうブリーチ好きじゃないから。こういう髪型作るのに。まあ全部、例えば、いやでも俺全体的にハイライトをバーって全部入れて、上からベージュっぽい、明るいベージュの色をかぶせた方が、俺は綺麗になるんじゃないかなと思う。うん、なんかブリーチ全通して、ちょっと明るいところをまた取って、入れて光の加減でっていうよりかは、なんか結構多めにハイライト全体的に入れてやってあげた方がいいかなと思うし、まあ写真の写りだから、どうだろうね。一発ブリーチして、ちょっとベージュっぽい色入れて、でもいいし、うん、なんかいろんなデザインができるけどもね。うん、ちょっとは、写真だから何とも言えない。うん、ハイライト入れた方が俺は綺麗だと思う。うん。もちろん全体明るくするのを前提としてね、入れた方がいいと思う。うん。まあちょっとしたバランスの少し違いだけど、もうマッシュベースで長さの違いだったりとか、刈り上げをするしないっていうような感じなので、まあその辺も含めて美容さんとやってもらうといいかなと思うので、ぜひやってみてください。バイバイ。